こんにちは。もしもらくと言います。はい。相方の月野です。はい。今回も FF 推進法をやっていこうと思います。はい。よ。じゃあね。よいしょ。あ。ん？あ！来た！え？何が来たん？あ、え？月野です。なんかいい感じのメロディーが。あ、え？本人どうしてきました？よ、元気かい？死んでるやん。噂の暗くしに合っちまってさ。死んではないと思う。あ、死んではない？オニは死んでるかも。オニは一応手合わせしてみたいと思ってたから声をかけたんだが、あれは武道とかそんな名前らしいもんじゃなかった。あ、女や。これはあれ、キャラが実は違った。あれ、突然何かを見きながら暴れ出しやがって話もできねえ。ラインブットさんね。あ、ドルフブットさんやった。そう、例えるなら台風かなんかみたいな感じだな。もしあんたらが黒騎士に出会うことがあっても、関わり合いは避けた方がいい。うん、そんなにわかんない。で、私、好きではないけど、なんか、中二心。また中二心出た。前回に続いて。やばい。前回の。中二心くすぐられるんですよ。もう、中二で。黒騎士って言っちゃってる時点でやもんな。うん。え、見た目もね。あれは見た目も好きよ。あ、そうだね。じゃあ、行きまーす。あ、今回は、どこ行こうかなぁ。この、移動中とかってカットした方がいいんですけど、結構悩んでる。あ、これ。そう。今んとこはカットせずに、全部オフリー的な感じになってるんですけど、まぁ、イベントをカットシーンにしても、ほら、この、馬車の移動は結構時間かかるじゃないですか。あー、ちょっと入るもんな。そう。ノーゴー的なやつかな。え？え？こういうのやろ？ああ、こういうのか。うん。普通に移動とかは、カットした方がええのかな？どうなんやろ？みたいな。ああ。まじか、お前らは上じゃなくて。え？またあ、かわいいのが一瞬。いや、私は嫌いだ。え？嫌いなの？え、嫌いですよ。え、しかも、うちのアイテム今、しましまにも入ってないし。嫌だな。あ、盗賊山賊？あ、それは盗賊です。盗賊ですか？盗賊かな？いや、盗賊か。山賊って山にいる。あ、そうですか。盗賊か。何も盗んでなかったね。なかったけど。え？今のは何も盗んでなかったの？うん。ね、しましまリングが好きな盗賊です。あ、でもシェルキーやってた。あ、シェルキーなのに？うん。あ、嫌いだ。でもほら、しましまリング3位ぐらいに入ってた。そうやな。そんなめちゃめちゃ嫌いじゃなかったな。水だそうです。水ってことは火の粉。まあ、ここはもしかしたらカットするかも。馬車引いてんのは何なんやろ？牛？どうなのかな？牛的な。牛的なもので。かわいくはないんだよな。ほんと？私好きやで。かわいい？これ。まあ、牛か豚かよくわからん。豚ではないよ。でも、牛っぽくはないけどな。うん、なんか、ポテポテしてるけどやな。でも、もうね、このシーンはさ、うん、馬車ないけどさ、どうしてんのってなる。あー、確かに。俺らが先に安全確保してくるから、お前ら待ってて、みたいな。あ、後ろからついてこい的な。どうなんや。え、このさ、ゲージ内にいないといけないわけ。うん。あ、そうか、馬車も一緒か。馬車の馬か牛かわかんないやつも一緒か。うん。あいつも正気忘れないでしょ。あ、そうか。思ったらダメだわな。え？ってなる。まあ、多分そんな、ゲームだからさ、うん、フィクション的な、いや、フィクションだけどなんていうの？そんなことを真面目に考えてはいけないと思うんですよ。なるほど。なんでねー。ここで待ってろ、みたいな。あー。そうやね、こっち行こう。あ。なんか、もう、なんだね、イベントばっか。たくさん動いてきますね、今回は。今回多いねー。あ、そう。サクラバって呼んでる。ジュンさん？こんにちは。ミスじゃなかったんだよね、思ったんだけど。うん。で、愛だと思ったら実はイルでしたって。どうしよう、これ。なんて呼んだらいいの？まあ、ミソでいいよね。ミソでいいんじゃん。ミソとかだったりね。遠いところまでお疲れ様。いやー、今日もいい天気だね。アンディさん。この天気のね。あ、この天気のように晴れ晴れした。
俗になること。旅旅旅見えない。旅見えなかった。終わってる。旅になることを祈ってるよ。うん、でも作物なら雨も降らないと育たないんだけどね。うん、あー、じゃあそれなりに雨も降る旅になるといいね。そしてこの旅に会う、あ、読む、どうぞ。まあいいや。そしてこの旅で人として成長できるといいわね。よ、なんか大きなお世話や。やめて。お互いを務め頑張っていきましょうとね。あ、本社のキャラバン。キャラバンだよ。どっかの、どこのキャラバン。どこだろう、マルトールか。違う、え、いや、知らん。まあ、どっかの、ここのキャラバン、どっかの村というか。残念やな。あ、ジャックも聞いてないこといきまーす。はーい。的にね、早いかな、終わるの。そうなってもちゃったかな。そうなんや。そうなんや。そうなんや。おう。お腹を空かしたジャックもキートは、今すぐディナーを、と、コックトンベリを叱った。眠りから覚めたマギー奥様は、まだディナーの用意ができないなんて信じられないわ、と、ジャックもキートを叱った。慌てたジャックもキートはとにかく急いでディナーをと再びコックトンベリを叱った。それでもコックトンベリは慌てずいつものマイペース。クリスタルブースってさ、飲むったらなんかマザーブースみたいな。あー、マザーブースはどんなか逃したいんだけど。はぁ、あ、知らんねんけどさ。知らんねんけどさ。それにかけてあるんかな、みたいな。ボーボーちゃん。ねえねえ、今日のボーナス、今日っていうか今回のボーナスは、必殺技で敵を倒すです。待って、無茶なこと言うてる。戦うで敵を倒さない。あー、まあ、それは諦めた。魔法は無理。魔法は無理。ナンバーは、ナンバーは、まあまあ。運が悪かったということで。ああ基本的にボーナスの入れ替えとかはしないんです。あの、出て入ったらボーナスがあるんだけど、基本的にそれはすぐにやっていきます。まあ、そんな意味じゃないかな。最初。ベスト尽くす的なそういうあれで。なるほど。今日はレーダーよ。よし。ここは別に地形レーダーいらん。よし。さあ、行きまーす。まずは横の、宝箱からあ、宝箱開けるんやさっき。ああ、この気持ちだな。でね、ちょっとこっちに行きたいけれども、進んでいこう。いいじゃない。ほうほうほう。あ、う、え、叩いて、叩いて。とっ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 て。頑張れ、とって。待って、ちょっと。むちゃやな。さっきの声ね、何その種族別の紋章これか。なんですよ。ほうほう。それが連動して扉が開く仕組みなんで、ミルキーさんどれやってこれやったこれちゃうわ、ね。これし、リルキーさん。ちゃうわ、リルキー。これがクラバとして羽みたいな。こうやると扉が開くっていう感じですね。うん。ケアください。あ、はい。ついていいか。ちょっと。あ、これは欲しいとか思って、欲しいじゃないわ。ここが行きたいと思って、ちょっと行っちゃった。入ってみます。こうしたらどんちない？ないぞ、買った。これや。置いて？置く。あ、それじゃない。あ、あ、来てた。痛い。ちょっと待ってよ。ちょっと待って。なんでそっち行くのー？あ、そう、必殺技で敵を倒す。あ、やばい、コックトンベリ来た。あめっちゃ面倒い。あ、私ばっか見るのやめてよ。あ、なんでそっち行くの？あ、それね、あんま当たらんほうがいいかも。すごいね、あれ。あれ結構ダメージきついから。コンビニさん、なんか、遅いね。遅いよ。その、何、動作自体遅いけど、うん、さっきのやつは、確か、結構ダメージでかかったかな。うん、それは要注意。あ、でね、今回は、さっきのトンビリ？コックトンビリ？あ、うん、あれ、一応、これ。これ。一応。はい、ね、コックトンベリを全員倒すと、防戦になります。開けて開けて。どうぞ。もう開けて開けて、開けていこうかなって。
あ、これあれ、ずっと開いてるんだよな。便利。知らんかった。ずっと開いてたら開いてんのか。うん。知らんかった。うん。はい、ま、真ん中には行かないようにしていきましょう。なんで？あのね、真ん中に何体か敵いるんだけど、正直一番最後に。最後あたりに。はいはいはい。うん、めんどくさい。乱戦になるから。あ、そうか。結構数がいるか。すげえ。テーブルだったしかも。そうだよ、テーブルだよ。二人とも、それ読んだらごめんね。はい。あー、待って待って。もう集中する。あー、もう集中するよ、やめて。あ、いた。いて。ちょ。挟まれた、挟まれた。あー、それこそラーメン。あ、スキドさんは死なないで。死にたくはないけど、ノロノロビームみたいな。あ、いいよ、戦っていて。ちゃんとボーナスに注目してるよ。あ、それで、はい、ここにサッカーを。全部あげる。あ、そう。しましまリング行ったらね、あの、目標。目標。本当に何年なんですか？嫌いやし。え、リアルで人間は嫌いじゃないの？リアルで人間は嫌いじゃないよ。よかったー。焦る。焦る。私ほら、人参大好きだから。あ、そうなの？野菜の中で人参が一番好き。あー。人参は生でも、あの、生でも食べれる。まあ、生でも食べれる。うん、食べれるね。あ、やばい。もう一回食べた。あー、飲み終わった。じゃあ、オッケー。お母さんは気持ち悪いって。え、なんで？人参の中で。普通にハムスターのさ、人参あげるときに、切って、食べながらハムスターに餌あげてたり。謎やん。めちゃめちゃ謎やん。こいつはね、あの、コンビニさんいるんですよ。うん、わかりづらーい。あ、ノロノロビーム食らった。なんで？OK。これはね、結構見逃して、防災に行かないこととかあるらしいです。はい、見てください。見づらいもんな。よいしょ。よいしょ。あ、これやってる気のマーク。よくわからんマーク。なんか、3、数字の3っぽい。あー、ぽかった。感じ？あの、私は紙や。あ、よいしょ。よし。あ、思ったらそうだ。マーギーさんに習ってみよう。マーギーさんには途中で会えるの？あー、え、会える。めっちゃなんか、濁していって。適当やな。なんやこいつ。言ってよかったんか、言わん方が面白かったんか悩んでてたから。あー、なるほど。あはやめて。あー、そんな。あれやな。たぶん、スキノ君のさ、うん、アイテムが多分、一番最初にいっぱいになりたくない。ああ。拾う担当。うん。あ、スキノ君。たぶん、ワーオール。ワーオール。あきら。やっぱり戦え。あ、燃えた。超テンション上が。テンション上がんの？死んだー。あ。なんだよ、テンション上がって今から戦うって時に。いや、燃えたらテンション上がるの？え、なんか物理的に上がるというか。何それ？え、上がらへん？こうやってさ、炎に燃えたらさ、うん、速く走れるんだよ。あ、そうなの？え、言ってたよ。あ、そうか、言ってた。なんかよくわかるけど、燃えたら速くなるっていう。熱いから速くなる。もう、めっちゃいいじゃん。あ、やばい。あ、無理や、行こう。あのねぇ、これか。頑張って。軽くしないよ。ねぇ、あれ？持ってたらダメ。あー、もうコンプだけ出せば。うわぁ、男性ボンバー。てか、あれや、なんだかんだ、杉野さんまだダメージ食らってない。ちょっと上達してきた。いや、たまたま。あ、痛い。めっちゃ食らってる。しびれた。
あ、もうセルフにしてください。セルフ。今日めっちゃ選んないって、そんな燃やしてくれなんて。あ、死ぬ、死んだ。死ぬわ、と思った。あ、いなかった、いなかった。いなかった。あ、これあれじゃない？うまい感じにさ、真ん中に、あ、投げ。なんか、いけ、あ、これはまずい、どういう感じ？あ、届いた。だねー。あ、で、そうね、アーツペンダントに、どうぞ。あ、これ？お願いします。はい、こんな感じで、ランキングって使われますけど。そう、なんか、だからあんまりその、前半にやりたくなかった。テンション的な問題で。テンション的な問題で。これは今、炎で燃えた後だから、テンション上がっていったんですよ。あ、いいよ。普通に見つかっただけ。ごめん。いや、あそこな、出るとやっぱ見つかるな、どうしても。あ、開けて。よっ。確か。魔法。え、どう思って今思ったらさ、魔法がもうだいぶ高くなってた。おー。さっきも棒をもらったからさ。あ、そうか。うん、コマンドとかってさ、すぐにさ、動くよね。うん。いや、無理や。うん。多分こいつ、守るやったら一個下がるだけなの。そうや。え？バックストップだけやで、君は。うまいや。私これやで、これ。何これ避けろって意味これは。多分そういうこと。えぇー。何それだから、比較的にちょっと防御はしにくいらしい、みたいな。うん、私、縦やるけど使わへんから。なるほど。いや、多分、使うのはあかんのやろうけど、まあ、ほら、なんて言うんでしょう。まあ、ご利用する感じかな。うん。やっぱ、ご利用しがいいかな。一緒に合ってるよ。うん、いいかもいいね。まあね、力押しでいけるんやったら、そんといったらな。いいんかな何事も全部力押しやろ。普通に、なんか、誰とも戦略ゲームとか向いてなくて。あ、力押しするね。戦略ゲームしてたけど、ご利押ししてるわ。いや、でもご利押ししてなかったけど、あのゲームはやっぱ、ダメだよ。無理。どうから買ったんだろうな、あのゲームを買ったけど。そうなの。戦略、こんな時、なんで戦略ゲームに決まるのもうやってたんやけど。序盤もさ、めっちゃ考えてさ、結構スラスラいったんやけども、うん、後半が一気に難易度上がってさ、あ、なるほど。もうね、足が、かっこいい。十二個ほどくすぐら。なんか、理不尽にさ、なんか、運悪く殺されるみたいなのが響いてさ、あ、でも前なんで、あ、しまったー、え、ボス突然しちゃったー。え、マギーさんとかにもいると思った。あ、やばい。失敗した。面白いとこが。え、面白いとこが見れへんかったー。うそん。あれのもう一個奥のとこ、はんはん。は、奥さん、マギー奥さんがいます。マギーの。あ、奥様が。奥さんがいてね、戦闘しないんだけど、喋れるんですよ。あー。あ、ちょっとどっか行ってみたいなこと言ってて、あ、めっちゃ面白いんやん。マジで奥様とお話できるんやん。そう。それをしようと思ったから、最後の方に回してんけど、うん、あそこに、いないんだよ。そうね。奥様はいるよ。あれ、コンビニがいないから、あー、ダメなんだよ。あ、で、夫に攻撃加えると奥様が登場します。あー。奥様を集中攻撃してください。はい、わかりました。奥様が集中攻撃してください。はい、多い。ハート2個で出られた。あー、ちょっとね、ボムはね、微妙なのかね。やめろ、冷たい。冷たい。マジか。奥さん来ない。奥さん来た来た。あ、奥さんね、どうする、あ、やばい、それやばい。あー、ノロノロビーム。そう、これがめんどくさいから、正直、奥様は早く倒したい。まあまあ。ちなみに、奥様は HP ゲージとかはないです。ないの？あー、ちょっと待って、夫が邪魔。夫が邪魔。激しくカメラは全然奥さんこっち来ないよ。あまりこの辺まで行ったことないけど、そう
お旦那邪魔。旦那マジ邪魔。鹿の背中。やばいな、ちょっと邪魔すぎだな。あ、そして。マジ、鶴田さんどこにいるのみたいな。あ、入った、入った。え、ちょっと待ってよ。邪魔すぎじゃないですか旦那マジ邪魔した。あ、違う、旦那繋いでた。それは私が叩いてた。そう。あー、もう辛。辛。あ、奥さん退場した ?OK。奥さん退場したんで、はい、それだけ。あ、守るできた。そうそう、感動。なんで。あ、待って、死なない、頼む、死。あ、逃げるぐらいは死なない。さすがにそこまで危険になったら、ちょっと考えておく。あ、すいません。後ろに回りそう。ご了承いいんだよ、ご了承、ご了承。あー、痛い痛い。おしいな。あー、てか、結構人間臭いなぁ。え？あー、まさか。あれです。顔的セルフステージ。入ってきてください。入ってきてくださいなんで、入ってきてください。すいません。いやー、リクサさんじゃないか。あれなんかわからへん。なんで青いのが受けられたって。え、だって青やん、自分。ちゃうやん。え、それほら、こいつ、なんかオーラまとってるやん、一応、私。これ必殺技やねんか。え、その、なにこの枠が全部青やからさ。枠は青しかないもん、しゃあないやん。あ、そういうことか。夫、あの、感触持ちで帰りました。あ、ほら、美人ちゃん。ほんまや、美人やん。美人やろ、奥さん。マジで美女と野獣？ああ、そういう設定か。最初は普通に野獣ちゃんみたいなと思ってた。いや、奥様。そしたら、あ、奥様顔綺麗みたいな。そう、ちゃんと美女になった。せやで。でも、こんなところに気が。そうやで。そのまま住んでるのに。まあ、どうだろう。まあ、いや、一回目は見て、次からも見に行くかな。てか、セルキーさんはそうだよ。めっちゃかっこいいな。なんか。はい、2年目、2回目。はい。うん。でもさ、うん、3回男女に行ったら1年経つって早すぎちゃう？いや、まあ、1個の男女にたどり着くまでに、2ヶ月か3ヶ月かかる。そうやん。そんなかかる？クリアするまでトータルで4ヶ月みたいな。いましたな。そんな感じになってんのかな。そんな長い旅なんかな。嫌やな。これ地味に自分映っててちょっと。あ、ほんまや。これ前も言ったけど。あ、そうか。またこの8少年に男の気持ち映ってる。俺だけ映ってる。さあ、手紙タイム来ましたね。あ、来たー。弟からかも、ね。あ、でもなんかまたお母さんから来そう。いい加減にしよう。村長とかほんまにないろ。村長来ないやろ、当分。そうか。明日も母からするんだよ。あ、ほら、また。あ、母さんや。あ、妹腹立つ。だってさ、村長来た後全部母親で今んとこ。そうやん。でもこの妹からしか来たことない。弟から聞いひん。お父さんも来たけどさ。お父さん、うん、姉ちゃん元気ですか？あ、ちゃんと字書けるようになったはる。モーフィーは元気です。今日はお手伝いしたよ。みんなも元気です。え、なんかこの人病んでんのかな、大丈夫か。いらっしゃった、お母様。え、なんか突然語り出した。私たちは過去へも未来へも自由に行くことができるのよ。過去へは思い出を通して、未来へは希望を通して、だからこそあなたのいる今がとても大事なのよって。お母さん、名言みたいになってるけど。あれこいつ、あれ語ってんの？なんかめっちゃ。嘘やん。え、でも正直もうお母さんいいよ。なんか、心配してるんかわかんないけど、でもお母さんいいよ。お母さん。え、これあれじゃん。お母さんの好感度だけめっちゃ上がってるとかじゃない？あー、そういうこと？上がってましたね。お母さんの好感度だけ上がってました。どうやったの？家族ってやつ？家族のところ。やべえ、もう、妹だけ、ガリガリ。もう。あー、腹立つ。
妹だけめちゃめちゃ上がってる。私も弟から欲しい。サムエルから欲しい。あ、でもお姉ちゃんから欲しい。ミンティ、ミンティ、ミンティ、ミンティ姉ちゃん。ミンティ姉ちゃん。うん。ミンティさんに会いたいよ。いやー。でも弟から一回も手紙来ひん。弟も来てくれへんかな。でも戦うで敵を倒さないってさ、うん。強さも出るやん。うん。で、それで、ね、さ、82やん。うん。必殺で敵を倒すとさ、結構してた割にさ、10ちょっとしゃからへんで。どうなんこれ。なんであ、ああ、防御が。防御が。そっちも荒井のメットだった。これ荒井をさ、荒井のメットって呼んでしまうの。だけ読みたくなる荒井って読みたくなる。あ、ね、防御で。うん。そうやねあと全部いっちゃうのね。うん。どういうにしてっか。よいしょ。二人で仲良くね。ね、たらいのメットたらいのメット。たらいでメット。うん、じゃあね。今回もね、ここ、んちょっとどうしたどうした、まあ、今回もここまでで。はい。次はね、あ、どうしよう、来た行ったかな。まあまあまあ、どっか行きます。はい、移動中カットしようかな。やっぱいらん。イベントだけ残して。イベントだけ残して移動中カットしようかなとかもちょっと思ってます。はい、まあ、それはまた、なんか編集中に考えるわ。うん、それがいい。オッケー。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。はい。まあ、次もよかったら見てください。はい。じゃあ、バイバイ。バイバイ。